シーネットを倒してこのロックイン、えぐいな。でも会場のブラジルムードえぐいな、満員やん、上の上まで。ラウドファン多すぎんかこれやばいぞ、えぐい、えぐいだな。そしてホームのラウドの入場です。タレット置いてトレイルブレイザー先行、 A には来てくれと言わんばかりに。ほとんどアビリティは打ちません。あら、おー、壊されちゃった。さらっとフラグメント下警戒、パラノヤが入った。飛び降りていく、クロニクルフラグメントでカウアンジを落とした。レオ取り返しが始まっている。ダーク合わせていた、完璧だ。リテイク残されたのです。ワンファイブ手前にボースターが現れて解除成功。ボースター、ボースター、このホームブラジルでナイフキルでライニングの男だな。完全に空気を変えようとしてるもん。はい、釣っている。もう一人いるのは逆に隠したぞ。ちょ、おっと突然ない。なぜハーフアーマーなのか、強いんか、意外に弱、めっちゃ弱いとも言えないんじゃない。積み重ねたらなんかあのエコの時にシェリフじゃなくて、そのシェリフがジャッジになるぐらいにお金がちょっとずつ貯まるもんなんじゃないの。600円大事。うん、3000だもんね、チーム全員で。よくエゴのタイミングで誰かがお金あって一人に武器投げてヒーローバイっていうのはまあ確かにあるかも。マジ実際なんかその辺はマジ考えてそうだけどな、本当に。お互いのデュエ以外の注目誰ですか。え、レオとフリーズと言いたいところだが、カウアンジ中が取れました。パラノイア、ここはブリンクアウトのダーク、やばすぎ今のパラノイアやばすぎ。角度も高さも角度も終わってたけど、今のパラノイアなんか標的感あっていいな。一個のエリアをなんか絞る系ね。なんでやれたんだよ。でも車線を通していた。これでツンツン一目中レオ押さえた。あ、ほらほら、はい、ほらね、ほらね、俺言ったでしょ、俺レオだって。イメージのカーテンの強みを教えてくださいみたいなコメントあったんですよ。あれは単純に普通にカーテンがあるエリアに敵が入ってるかどうかわからないから、そこに索敵スキルだったり体でピークしたりっていうだけやね。ワイパーカーテンってさ、2エリアをなんか同時取りするみたいなのあるじゃん。あれをしてる可能性がありますよっていうのをなんか見せつけるみたいな感じでしょ。両メインで有利作りたいみたいな感じだね。だよな、敵はもうそれに対して片側のメイン潰すフラッグの守り方の厄介なところ。そうなったら逆サイクルで時折こうアルファイアを回せるようなラインもありますから、無難に行くと良さそうだけどな。こうやっぱカーテン越えるか、そっち越えずに逆が潰すか、噛み切れない部分が。3つやるんだったらもうあのキャットショートまではもう入れさせたくないけどね。ガーデンとかで合わせてもなんか何もないっていうか、その何もできんよな。カーテン上げ下げしてるだけでいいの。いいな、これな。ほら、これ一応上げ下げしてるのも分かんないかもしれないけど、これきっと上げ下げしてると思うよね。一応ね、きっと上げ下げしてるんだよ、これ。してるはずなんだ。で、その間で、もう守り側は、あれこれ、通ってんのかな、通ってないのかな、みたいな。ケイオと90のよりが A に入られてるのに、こんだけ遅いのはパーテンのおかげやから。ただ、普通になんかあの A 守ってる2人があの敵殺しすぎね。2人で3人持っていくな。上がる読みでこれめっちゃ遅いってるボスター。その位置も分かっているでしょう。エクイスも来ちゃって、スモークを耐えていきます。エクイスも来ちゃって、素晴らしいボスター。抜けるだけめんどくさいやつだ。カワンジーです。ボスター返して、最後はボスター。しっかりとしたコミュニケーションをしているというのが今のシーンで伺いました。痛恨はエリア系は強いと思うけど、あのサイト入る時のなんかスキルセット系がちょっと気持ち弱いかなって感じは。サダキは常に前に前に推進力があります。レイさんが中にはさすやってたみたいですよ。めちゃくちゃいいムーブした。なんとインスモーク中分断できている。いや、うますぎる、うますぎる。そしてカワンジ、やっぱリーバーファントム使いやすそうやん。今日なんかランク配信したらさ、リーバーファントムマジで使いづらいからそれ強化しなくていいよみたいな。なんかでもこれ取れたら 3-0 見えるな、正直。3-1不な予想だったけど、これ取れたら 3-0 見えない。でもなんかロータス見たいんだよな。逃げダッシュみたいな構えはしてるよ。2ハメだと固まってきますか。ミッドアクションしたらバイパーの木がどっちかに上がるから、そうですね、逆が攻めるの強そう。ダッシュじゃないんだ。めっちゃ使ってる。ポイズンクラウドの開始。B メニューにバイパーだったらさすがに帰れそうじゃね。正直 A バサミ強いと思うけど、 B にバイパーいるって分かったんだら、その木があるっていうのは強いや。メインからはいけないでしょ、もう。さっきはな、フラッシュカバージレス、いいっけ。
これ狙ってたね、多分。これなんか狙い通りのところに行っちゃったか。でもやっぱでも A ハサミが強いんじゃないの。うん、強かったね。さっきの状況だったら。いいああ、まあ、ボーサ絶妙だな。スパイク。まあでも A ハサミハサミでもないな。うざい。これうざい。で、じゃあメイン集まっていくって言われても、パラが帰ってくるのかと思って。さっきの状況だったら A ハサミかなってけど、でも5人で行ったら取るしかないですよね。いや、まああると思う、全然。一回ドフで止められるんだよな、言うて。まだバックサイトは。あの狭いで一回止められるのちょっとしんどいんだよな。あ、ポイズンクラウドの残量を消しての B? ミッドで一回アクションとかして、もう一回 B? うちにしろミッドでウロチョロする、するしかなさそうなんだけど。そう。何も見えません。それか、B メインステイで、タレットだけ気合で壊したかったね。あの、変なあの周りの上にひょこってついてる。いやまあしんどそうなんだよな、でも絶妙に選択しづらいな。俺らでさえさ、上から見て俺らでさえこの程度なんだからさ、なんていうの、実際に中に入ってやってる選手たちはマジ大変やで。貧困相手もともとは多分 B ハサミ刺さるってなって、このフラティックをやろうとしての最初の。でもただ B 面に目あったから A ハサミ切り替えるべきだったと。まあこのようにこの辺はなんか事前の対策の上この動きやってそうだから取られたという足を挟みたのはマジで俺はすげえわかるわ、痛恨相手に。でもそういうのってなんか決めたりしてるとなんかなおさらこの時に帰れない説提唱します。帰れなくなるよね。いやそうマジで帰れなくなる。フナティックさ、攻めでバイパー相手にさ、ハーフアーマーだと絶対5は削れるやん。しかし確かに確かにヘビーアーマーの方が絶対いいけどね、バイパー相手だったら。考えなかったけど確かに。カーテン踏んでも一瞬なんか減るし、衰弱毒はもうそもそも終わってるし、バイパーウルトしたんじゃねえのと思って。フラティックの間に合うよねって感じ。クダウンを放って、まあコアスペナースパスの立ち位置を警戒しているか、ナノスワムを投げているか。お出た。ハンターブキモすぎる。キモすぎる。そうですね。レオとボーサー、スネークウェイト。巻きに毒入れんの。耐える耐える。めっちゃうまかった。今度はレオですが、ワンオツ。中にはクロニクル。しかしボートではありません。タイムがないけど、スピーチ弱そう。ああ。アッパー。解除ができない。まずいわ。それ負けたらもう。アフ行かない。クロニクル A パラノイア切りました。そして B ディフェンダーサイドにスモークを焚いて、すげえとこに飛び切った切った。あ、終わった。これは気づけない。中にはツイズ。パラノイアを出している。いや、このジェットとジェットの 1v1 正代なんか次第一発でダーク落ちます。ヘルスな、ここの 1v1 次第。ああ、でも中死んで、中のツイズは落とされました。いや、でもここ2-on-3別に一緒。まだでもめっちゃうまいな。ギリギリまで目で耐えた挙句、なんか左クリック一発で倒すっていう。さすがにきついか。一人取った。返していくアルファイヤー13-8。あ、でもおもろかったね。ちょっとおもろかったね。なんか。